タツノホタツノホ1月10日から1938年10月17日は日本の陸上競技選手、弁護士、政治家。父は建築家のタツノ吾、兄はフランス文学者のタツノタカシ。1891年、東京市赤坂に生まれる。旧西第一高等学校を経て東京帝国大学法学部に入学。東大在学時の1913年。 第一回全国陸上大会において、砲丸投げで9メートル0零の記録を打ち立てて優勝する。父、金吾、兄、高志ともども相撲好きで、砲は特に強く、一高時代には、出羽の海部屋に通っていた。1917年に、東大法学部を卒業後、岩田中蔵の法律事務所に入って、実務研修する。同年、中山玉彦の娘千代子と結婚。 翌1918年に独立して弁護士を開業し、法律事務及び特許関係の仕事に従事する。1920年アントワープオリンピックでは役員として選手団に同行した。帰国後、内田正連、斉藤健吉の日本英法が全く歯が立たなかったことや飛べ込み競技のルールが日本で知られていなかったことを受けて、欧米に在外連絡員を置いて、 世界の競技会を研究すべしと訴えた。1933年、東京市会議員選挙に、渋谷区から、声優会の候補として出馬して、当選、一期務めた。また第日本体育協会理事、第日本相撲協会理事、全日本アマチュア検討連盟会長を歴任すると、共に、1940年東京オリンピック、招致委員会委員長として、 東京への大会誘致に尽力した。1938年、東京目黒の自宅で死去。母子は父、金吾、兄、隆と同じく、西新宿の上窓家事。ありがとうございます。